スペースシャトルディスカバリーロケットが軌道速度に到達し、ブースター分離直後に見られる。軌道宇宙飛行は、宇宙船が少なくとも一つの軌道の間宇宙に止まることができる軌道上に配置される、宇宙飛行。地球の周りでこれを行うには、周囲の高度が 80km の自由軌道上にある、必要がある。これは、NASA、アメリカ空軍、及び FAA によって定義された。 宇宙空間の境界。この高度で軌道を維持するには約微遅 7.8km の軌道速度が必要である。軌道高度が高いほど軌道速度は遅くなるが軌道速度を達成するにはより大きなデルタ部位が必要である。大気効力により遠期道場の物体が推進力なしで少なくとも1回転を完了することができる最低高度は 約 150km。軌道宇宙飛行という表現は、主に宇宙船の遠地点が宇宙に到達するが、近地点が低すぎる飛行である弾道飛行と区別するために使用される。地球からの軌道宇宙飛行は、推進にロケットエンジンを使用するロケットによってのみ、達成されている。軌道に到達するには、ロケットはペイロードに約9.3秒速 10km のデルタ V を、 与えるる必要があるこの数値は、主に軌道速度に到達するために必要な水平加速度だが、大気効力、重力損失、そして高度の上昇。主な実証済みの技術は、重力ターンを実行しながら、数キロメートルにわたって、ほぼ垂直に発射し、次にプラス170キロメートルの高度で、軌道を徐々に平らにし、水平軌道で加速することを含む軌道速度が、 達成されるまで5から8分間の燃焼。現在、必要なデルタ V を達成するには2から4段階必要で、ほとんどの打ち上げは使い捨てである。代わりに、小型衛星用のペガサスロケットは高度1 2トルの航空機から発射される。ロケットよりも、はるかに低コストで、軌道宇宙飛行を達成するため可能性のある多くの提案されている。 宇宙エレベーターやロケット以外の打ち上げ方式などの、これらのアイデアのいくつかは、現在知られているものよりも、はるかに強力な新しい素材を必要とする。他に提案されたアイデアには、ロフストロムループなどの地上加速機、リアクションエンジンスカイロンなどのロケット支援航空機、スペースプレーン、スクラムジェットエンジン搭載のスペースプレーン、RBCC 搭載のスペースプレーンなどが含まれる。 また貨物用に18社も提案されている。2015年からスペース X は軌道宇宙飛行のコストを削減するためのより段階的なアプローチで大きな進歩を示した。コスト削減の可能性は主に再利用可能なロケットブースターステージとドラゴンカプセルによる推進力のある着陸の先駆者ですが、ペイロードフェアリングなどの他のコンポーネントの再利用。 スーパードラコなどのより効率的なロケットエンジンを構築するためのスーパーアロイの 3D 印刷の使用も含まれます。これらの改善の初期段階では、軌道打ち上げのコストを桁違いに削減できます。2001年に地球軌道上に建設中の国際宇宙ステーション、軌道を維持するために定期的に再ブーストする必要がある。高度 約 200km 未満の軌道上にある物体は大気の効力のために不安定であるとみなされる。衛星が数ヶ月以上安定した軌道を維持するには 350km が低軌道より標準的な高度。1958年2月1日、エクスプローラー1衛星は 358km の軌道に打ち上げられた。1970年3月31日に 太平洋上空に再突入するまで12年以上軌道上に止まっていた。ただし軌道上でのオブジェクトの正確な動作は高度、弾道係数および上層大気の高さに影響を与える可能性のある宇宙天気の状態によって異なる。地球の周りの軌道には低軌道、中軌道、静止軌道の主要な三つのバンドがある。軌道力学により軌道は 地球の周りの特定の大部分が固定された平面にあり、これは地球の中心と一致し、赤道に対して傾斜している可能性がある。地球はこの軌道内でその軸を中心に回転し、宇宙船の相対運動と地球の表面の動きによって宇宙船が地面から空に現れる位置と地球のどの部分が宇宙船から見えるかによって決まる。垂直線を 地球の表面に落とすことにより、宇宙船が地球のどの部分の真上にあるかを示す、地上軌道を計算することができ、これは軌道を主覚化するのに役立つ。スペースシャトルの前方、姿勢制御スラスター宇宙飛行では、軌道、マヌーバは推進システムを使用して、宇宙船の軌道を変更する。地球から遠く離れた宇宙船の場合、軌道、マヌーバは新宇宙。 マヌーバと呼ばれる。帰還する宇宙船は、より高い大気層にいる間に、可能な限り減速する方法で、地面への衝突、燃え尽きたりしないようにする必要がある。多くの軌道宇宙飛行では、最初の減速は、ロケットエンジンの逆噴射によって、軌道を軌道下の軌道に接動させる。低軌道にある多くの宇宙船は、大気効力を使用して、 軌道速度からの初期減速を行う。すべての場合において、最初の減速が軌道近地点を中間圏に下げると、すべての宇宙船は、空力ブレーキの待機効力効果により、残りの速度のほとんどを失い、従って運動エネルギーを失う。意図的な空力ブレーキは、極超音速で待機を通過することによって、引き起こされる大気の圧縮と摩擦によって発生する。 高温から保護するために熱シールドにより宇宙船の外壁を保護する。熱エネルギーは主に宇宙船に入る熱を最小限に抑えることを目的として鈍い熱シールドの形状を使用し宇宙船の前方の衝撃波で空気を圧縮加熱することによって放散される。はるかに低速である準軌道宇宙飛行での再突入時はそれほど多くの熱を発生しない。 February 2020, What's the difference between being orbital and sub-bital?Spaceflight, space.com.2020 年7月13日閲覧。ベルフィオリ、マイケル、ザ・ロケティア。 コーリンポリシー、https コロンスラッシュスラッシュ f o r e i g n p o l i c y トコムスラッシュアーティクルズスラッシュ2013スラッシュ12スラッシュ02スラッシュザロケティーロンムスク2013年12月11日、閲覧。エクスプローラー 1NSSDCID1958 から 001ANASA2021 年5月6日閲覧。 ありがとうございます。